また宴を開こう。僕たちは最後の宴に招かれた十二使だよ。もうじき会える。もうじきもう終わりは近いだろうって。いつですか？次の春までには解けなくては。リンは呪いを解こうとしてるんだ。なんでそんなことをした？君はいつかいなくなってしまうかい？殺してやる、僕と十二使のみんなの絆を。落ち着け、アキトを裏切るな。あれがもののけの声だ。どうしてお前は僕を裏切る。悲しさが螺旋のようにつながって、どうしたらいいのか。泣いとけ。同情でも哀れみでもなく、今日を一人の人間として好いてくれているだろうかと。私は教訓をただ呪いからも誰からも奪われたくない。伝えなきゃいけない。俺が普通の人間とは違うって。マジ？俺がもし容赦なく自分を責めるその姿はなんて愚かで愛しいんだろう。信じろ、幻滅なんかしない。時は動く。君を置いて行かないで。僕を置いて行かないで。なんで最初から僕を突き放してくれなかったんだ。見捨ててくれなかったんだ。僕を殺し続けたんだ。好きですよ、アキト。ここでずっと君が来るのを待っている。